場を生かしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ほら行こっか。行こっか。やっぱスバルがナンバーワンやで。ちょっとすいません、打ち合わせなしでやってます。じゃあ行ってきます。アラホーシマンセルです。私は今兵庫県神戸市に来ておりまして、2023年3月11日12日とスーパーオートバックスサンシャインワーフ神戸の方に今来ておりまして、でこちらではスバルのイベントがね開催されてるんですけれども、私リベラルさんのブースに、お邪魔しております。こちら横にねいらっしゃる方は皆さんおなじみの、リベラル代表の青木社長さんです。どうも、いつもお世話になっております。とんでもないです。はい、何が師匠なのか。はい、社長なんと関西弁をね、関西のノリを勉強されてらっしゃるんですよね。そうですよね。せやで。なんでやねんっていうね、はい、っていうところなんですけれども、はい、実はね、社長とそれから企画の木村さんのご好意で、ぜひこのイベントの時にこちら見えてますフォレスターの試乗をぜひ、してくださいということで、私お邪魔させていただきました。で皆さん見て分かる通り普通のフォレスターではないんですよね。そうですね、はい、スバキャンというプロジェクトの中でボディーパーツを自社製作の方されたりとか、はい、あとは各メーカーさん協業で例えば車高のリフトアップ、それからタイヤとか、はい、ホイールとかですね、あとコーティング、それから、ラッピングとか、リフトアップのこととか、それからタイヤ、はい、特に今回は私初めてオールテレーンタイプのタイヤをちょっとさし試乗させていただくんですけど、それがどんなものであるのかとか含めて興味はあっても実際に目にするものっていうのがなかなかない中で、社長がこうして作り上げてくださったっていうところはすごく興味ある方々、多くのファンの方にとても影響力を与えたんじゃないかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、でそういう貴重なお車を試乗させていただくということで、関西初上陸ということで、はい、ですね。はい、今回その3月11、12とイベントの中で来られた方、ご希望の方には試乗できるというようなところでしたけど、はい、まあ関東の方とか含めてどっか機会があれば、はい、ぜひこの車に乗っていただきたいなって思いますね。はい、で私ちょっと問題点がありまして、リフトアップとお聞きしたんですけど、何ミリぐらい上がってるか知ってるんですか。はい、フロントが30ミリのリアが20ミリですか。はい、なるほど。私この純正の地上高、確かフォレスター220ミリで、はい、30ミリ上がると250ミリということで、はい、私も結構年食ってますんで足が上がらないっていう問題があって250ギリギリなんですよ。なるほど。てて、今からね試乗行かせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ほら行こっか。ほら行こっか。やっぱスバルがナンバーワンやで。ちょっとすいません、打ち合わせなしでやってます。じゃあ行ってきます。地獄のような状態にしてます。
残念ながらあれ友達です。まさちゃん現行犯逮捕だね。追っかけますかじゃあ。追っかけますよ、本当によ。トランスマティックシフトノブなんですけど、こちらね、チクちゃんかっこいいんですよ。このレバーを引き上げて、この、必要なポジションに移動させるっていうような仕組みなんですけど、我々 VAB 乗りはこのシフトのこのノブをね上げて6速に入れるとバックに入るというところで、この上げるっていうところにちょっと若干の抵抗はあるんですけど、まあ納得ね、これでドライブですね。そうですね、はい、こういう状態ですね。この感触いいです、はい、ぜひチャンネル登録、通知をオンにして評価ボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。やっぱりスバルがナンバーワン、アラホーシュマンセルでした。